ファドの時間。皆さんこんにちは。ウェブラジオファドの時間、パーソナリティのファド歌手松岡哲也です。そして皆さんこんにちは、日本ファド大使の月本和文です。当番組は大まかに言えばポルトガルの音楽であるファドの情報番組です。はい、相変わらず古いお話ばっかりしてまいります。まあ他ではあまりしない話ですからね。はい、じゃあ始めましょう。この番組はオフィスサンビーニャ、ポータルドファドジャパンの協力でお送りします。古今東西のさまざまなジャンルの音楽を紹介するオフィスサンビーニャは、主要レーベルライスレコード、ディスコロヒアのほか、輸入版 CD や LP、 楽器なども取り扱っています。便利でお得なネットショップもぜひどうぞ。基礎知識、歴史、古典がすべてこの一冊に。ファドの世界へようこそ書籍版、オフィスサンビーニャより好評発売中です。ファドのことが大体わかるぞ。はい、今回奇数回ですので月本選曲回です。はい、はい、でギターラーダかけるかって言ってたんですけれども、それもやめてでも実のところテーマは、なしです、言うたら。あ、はい、であえて言うなら、今までかけようと思ってたけれども、うん、うまくテーマがまとまらなくてかけられなかった曲たち、テーマ漏れ、はい、を供養しようかなと思います。いいですね。はい、はい、てことで、まずは月田さんの遺品の中から見つけたものを1曲。はい、ルシリア・ド・カルーモ、まあ、カルロス・ド・カルーモのお母ちゃんですね。ルシリア・ド・カルーモの歌いましたメロディア・ファド・モデストという、まあ、これトラジシオナウではないんです。古典ファドではなくってファド・クラシコと呼ばれる、まあまあ古い曲よという、古い曲でいろいろと歌詞が変えて歌われるよというジャンルだけど、古典ファドじゃない、トラジシオナウの形式じゃないよというタイプの曲なんですけど、はいはい、まあ、ファドモデストで、まあ、一番このファドモデストで歌われてる詩だと思います。アンティガメンテ、はい、という詩で、歌っております。お聴きください。はい、アンティガメンテ era coito a moraria daquela gente onde nada a revelia o fado ameno canção das mais portuguesas era o veneno para lhes matar as tristezas a moraria Mãe do fado de outras eras Que foi ninho de severas Que foi bairro turbulento Perdeu agora Todo o aspecto de galdéria Está mais limpa, está mais séria Mais feliz, está 100% Adeus, tipóias Com pilecas e guiseiras Adeus, ramboias E cafés de camareiras Nada mais resta Da moirama que deu brado Do que a funesta Lembrança de um passado Amoraria Que perdeu em tempos idos A nobreza dos sentidos E o poder de uma virtude Salvou ainda Toda a graça que ela tinha Agarrada à capelinha Da Senhora da Saúde Música
casa a capelinha da senhora da saúde. ギターラを弾いてみたいと思ったら、映像教則初めてのポルトガルギターシリーズ DVD 版ダウンロード版で発売中です。ギターラ曲集もオフィスサンビーニャから発売中。はい、この曲はね、割とメロディーのしっかりしてるというか、あのサビの盛り上がりのしっかりしてる曲っていうこともあるんですけども、ルシーリアのあの端正なうまさっていうんですか、そうそう、よく出てますよね。うん、なんか歌の上手い人の上手さがね、はい、分かりやすく聴ける曲やと思ってるんです、はい、この曲って。なんか、こう私が人にルシーリア紹介するって言ったら、なんかこう、ほら前も言いましたけど、うん、肝っ玉母ちゃん的な。はいはいはい。うん、あの若い男を手玉に取れるぐらいの母みたいな、うん、そんな感じの歌を選びがちなんですけど、はい、あのまあ一般的に普通に上手な人の、はい、本当にうまい歌い方をする人じゃないですか、はい、この人、うんうん、そういう感じですよね。まあそれがよくわかるタイプの曲じゃないかなと思うのでね、私割とこの曲好きで、いろんな人の音源集めてはいるんですけども、はい、まあ、ルシーリアはやっぱりね、レジェンドクラスだけあって分かりやすくうまいので、はい、そういう人が歌うとやっぱりいいねと、あ、はいはいはい、いうふうには思います、うん、安定の一曲って感じですよね。ですね、うん、まあ、彼女の良さもよく出るしね、うん、で次にお聴きいただくのがエドワルダ・マリアっていう、まあ、ファリスタ。この人ね、マリア・ジョゼ・ダ・ギーヤと一緒にというか、マリア・ジョゼ・ダ・ギーヤとセットで、まあ、コンピ版じゃないな、ベスト版みたいなのが出てるので、多分同じ時期の人だと思います。なので、まあ、1920年代生まれの90年頃亡くなった方じゃないかなとは思うんですが、この人が歌っております。あんまりよく分かってない方なんですね。あの名歌手だとみんな言うんだけども、かといってファド博物館のバイオグラフィーに載るぐらいの感じではないと。ああ、そういうことね。市政の名歌手みたいな。いや、あのね、みんなほんまは市政なんだろうけど、はい、ファドの世界ではすごい有名な人なんですよ。あ、そうなんですね。はいはいはい、はい、うん、だけどレジェンドクラスではないみたい。ああ、なるほどなるほど、うん、ベスト版なんかがバンバン出てておかしくない人です。うん、はい。で、彼女の歌いました。でもファドじゃないんですよ。あのカンターレス・ド・ミーニョ、言うたら、まあ、ミーニョの歌を、まあ、メドレーにしてるん、はい、複数系ですね。だからメドレーにしてるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで、エドワルダ・マリアのカンターレス・ド・ミーニョをお聴きください。タイヨン・アモラ・イ・フィエナ・ワイ・タイヨトゥ・エン・ポンテ・ド・リマイ・em Ponte do Lima. Tenho outro em Barcelos, só ai, tenho outro mais acima, ai, tenho outro mais acima. Tralará, lá, 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 ai, 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 tralará, lá, 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 ai. Minha mãe casa antes que era moço feio, oh, ai, do que velho arrebitado.
raparigas da castela. Oh, iolá, e que vai ser de vós agora? Oh, iolá, e os viúvos não vos querem, os casados têm a mulher e os solteiros vão para fora. Oh, iolá, e o meu amor é parreiro. Oh, iolá, e traz a cara enfarinhada. Oh, iolá, e seus beijos sabem a pão. Seus beijos sabem a pão. Não quero comer mais nada. Tralará la 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 e tralará la la la. はいはい、この人もうまいでしょ。はい、ルシリアとあんまり変わらん違う人だって聞いて、ああそうなんやっていうぐらいなんか感じ似てますね。あのね、エドワルダ・マリアの方が太い感じがするかな声が。ああそうかそうか、だから私割とこのルシリアの声の太さが割と好きなので、うん、ちょっと共鳴しちゃったのか。あのルシリアの方は、ルシリアはねもう声質も言うたらもう一声聞いたらルシリアって分かる歌声してますから、うん、彼女の方が基準になっちゃう。ルシリアの方が聞いた時の印象の基準というか中心の方には来るだろうなと思うんですよね。はい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 。でまあルシリアの声の太さは何というのかな、腰の座った感じの太さ、うん、でエドワルダ・マリアは、うん、まあもう声自体が太いですよという感じの太さかな。あ、まあかといって特徴のちょっと言いにくい歌手ではあるんですが、あ、はい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 、ただね曲調が変わった時にグッと前に出る歌の強さなんかはうまいなというふうに思いますね。二拍子になるじゃないですか。はいはいはい。突然三拍子から、うん、それがなんかああいう歌を聞くとあれですよね。だから何だったっけ、前私カーナベルデっていう民謡を取り上げましたよね、はいはい、あれになんか近いんですかね。もしかするとその二拍子になってる部分はカーナベルデかもしれない、うん、でしかもなんかこうファドっぽくなりますよね、うん、民謡が、はいはい、なんかパッと、うん、だからやっぱりなんかこう、うん、一部の民謡からがなんかこう都会に降りてきてアーバンポップ化したのかなっていうことは想像なんかしちゃいますけど、はい、でもなんかそういうのを感じさせる歌い方やな。まあまあ、ファディスタやからか。だから二拍子になった時にそ、ね、そのファドっぽい聞こえ方をするのは、うん、まあ、歌もそうなんだけど伴奏者でしょうね多分。うん、そうやね、伴奏者とかもう歌い手もファディスタやしっていうのも含めて、はい、歌い手のね、まあ、歌い手がファディスタっていうこともあるんだけど、うん、伴奏者の方もそこまで言うたら慣れない三拍子というか民謡風のを伴奏してて、うんうん、で二拍子に来た途端あい慣れてるやつですってポンと弾き始めちゃうから、どうしてもその、うん、自分たちのフィールドのファドのリズム感とかにガーンといっちゃうんじゃないかなというふうには思います。ね、即興で手合入れられそうやし、そうそうそう、簡単にね、うん、はい、まあ、そこまで言うたら我慢して弾いてますんでね。あ、はい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 。でもまあ民謡もなんかいいですね、たまに聞くと。うん、でまあもちろんその歌のうまさでいいなと思う部分もあるんやろうけども、あ、はい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 、まあ、2拍子になってからまた3拍子になって、うん、ララララララーイのところなんてやっぱいいですよね、民謡ならではのそののどかさ広がりみたいなのもあってね、はい、という風な曲でして、これもねいいんだけれども、はい、テーマとして作りづらかったんですよね、うんうん、まあそうですね、まあ、そもそもファドじゃないっていうのもね、うん、でまあ他にも集めてこなあかんのやけど、はい、4つはなかなか集まらんなとか、集めたところでほとんど同じようなやつやなとかね、うん、あ、はい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 、っていうようなことがありまして、テーマ化できなかったものの一つです。は
はい、なんかポルトガルの民謡とかをこう研究してる人って日本とかにはいないんですかね、いるんじゃないかな、あの、ね、ポルトガルというよりもイベリア半島の民謡っていう感じで研究してはった人いはったはず、まあまあ本来ね、あの国に境目があっても文化に境目って意外にないですからね。そうですそうです、はい、それこそあの高い険しい山がね、あの国境になってたらそこで文化の境目っていうのはありえるかもしれないけど、ある程度できるけど、ある程度できるけど、それもなんか曖昧になりますよね、うん、あの例えばスペインのカタルーニャ語とフランス南部のオクシタン語ってほぼ同じ言語、うん、はいはいはい、だからスペイン語よりもカタルーニャ語って南フランスのオクシタン語の方が近いってことを考えて、言語も近いってことを考えてみると、うん、なんか意外に、うん、私たちが思ってる以上にピレネー山脈も大した境目じゃないのかも、まあ、あそこ海沿いなんでね、はいはいはい、海沿いでつながってるのが余計にそうなんです、ね、うん、はい、結局人が移動できたらね、なんぼでも変わります、変わりますからね、はい、はい、で、3曲目なんですけども、はい、はい、最近ねちょこちょこまた、うん、あのお世話になったんで、世話したり世話されたりしてるんで、たまにかけてあげようと思いまして、はい、ファド・ペドロ・ロドリゲスを特集しようと思った場合、私の好きなね、はい、かけるべき音源がたくさんあるために、漏れてしまうというのが若手の音源だったりするんですが、はい、まあそうですね、はい、はい、ということでその世話したり世話されたりしてるミゲウカモンシュ、2019年のね、ファドのジャパンの来日歌手です。彼のアルバムから、ファド・ペドロ・ロドリゲスでお聴きいただきます。詩の名前がアシュミーニュ・シュペーナッシュです。Desde ontem te não vejo e o meu pobre coração não descansa um só momento. Sabes lá quanto desejo e quanta recordação vivem no meu pensamento. Sabes lá quanto desejo e quanta recordação vivem no meu pensamento. Poucas horas apenas que de mim te despediste e me deixaste a pensar. Ora, ora, as minhas penas me vão tornando mais triste, pois não te vejo voltar. Ora, ora, as minhas penas me vão tornando mais triste, pois não te vejo voltar. Meu coração, adivinha que não mais tornas aqui, que não mais te torno a ver. A culpa foi toda minha em prender tanto a ti e não te saber prender. A culpa foi toda minha em prender tanto a ti e não te saber prender.日本のファド情報がすべてわかるミュージシャン投稿型ファド専門ポータルサイト、ポルトガル料理店の情報も充実、リスボンの最新情報も随時更新、ポータルドファドジャパン、登録店登録ミュージシャンも募集しています。はい、まあ、彼のね個性というか特徴であるその青臭い感じの歌声がよく現れてるんじゃないかなと思う。そうそう、いいですね、うんうん、やっぱりレジェンド級の人たち聞くとちょっともう胴に入ってて、はい、あのどうしようもなくあのおっさんグループの漂う人たちばっかりじゃないですか、はいはいはい、あのそういうのがあんまりないので、うん、あのああだからなんだろう、あのこう濃い、まあ、特にねあのエドワード・マリアみたいな太い声の人とか、うん、ルシー・リアド・カルモみたいな安定の人の聞くとなんかこう可愛いですね。あの、うん、あれねあのあれですよ、カルロス・ラモスとは全然違う声ですよ。違う声ですね。
本当に大人の私が若者を見て可愛らしいって思うような可愛らしさですね。まあ、ね、それなりの年になってるんでしょうけど、はい、ただやつはねそれを分かってやってますからね、うん、だから自分の声質はそうだってことを前言った、まあ、セルフマネージメントですよね。そうですね、声質もルックスも、はい、キャラもそうだということを分かった上でやってますからね、はい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 、そこはなかなか抜かれないですね。まあ、一般的な日本人には受けると思います。はい、特にヨーロッパのフォロワー的な音楽とか、うん、その民族的な音楽とかそういうもの好きな人はああいうシュッとした人はあんまり好まない傾向があるんですけど、はい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 芋焼酎は臭い方がうまいっていう風なね感覚に似てますもんね。そうそう、そっちの人の方が多いんですけど、うん、ミゲルカモイ氏はそっちじゃないね、はい、シュッとしてる一般的な受けが良さそうな、はい、物語ですね、はい。まあ、だからその辺分かってねできるようなやつだから物を頼みやすいし、はい、頼まれやすいし、うん、仕事もしやすいっていうのはあるんですけどね。なるほどなるほど、はい。まあ、連絡もちゃんとつくし納期は守るし、はい、みたいなところでね。で、納期が間に合わん場合は早めに連絡してくるしみたいなとこはあるんで。なるほど。はい。で、最後の一曲。まあ、で、これでギターラダをかけようと思うんですが、これもなかなか機会はないというか、ラプソーディアド・ファドで、たくさんかけてみようかと思ったこともあるんですよ。言うたらファドのメドレーね。で、ただその本来のラプソディアファドっていうのって古典ファドのメドレーのはずなんだけど、はい、当然まあ文化のことなんでね、言葉の意味の揺れっていうのは出てくるわけで、ファドムジカードの、はいはい、まあ、古典ファド以外のメドレーの場合もラプソディアファドって使われたりすることもあるんですよね。なので、その辺のブレがあると難しいなと思ってそういう特集が今まで組めなかったんだけれども、まあ、その中でも順番としてはどうしても後ろに来るようなもう録音ですね。もう、まあ、もう名手が弾いてるからバリバリにうまいんだけど、はい、ってことで弾いてるのは伴奏の名手、古典ファドの伴奏の、まあ、レジェンド中のレジェンドですね、ラウル・ネリーの弾いておりますラプソーディア・デ・ファドシュです。お聞きください。Thank you.
はい、まあ何というかね、コメントしづらいんですよね。はい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 、コメントしづらいですか。うん、はい、まあ表現として非常に良くない表現ですが、普通なんですよね。当然めちゃくちゃうまいんだけど、はい、だからといって何か語りどころが見つけにくいというか、まあそういうのはやっぱり選曲には漏れがちですよね。はい、やっぱ特徴のね、魅力がない、魅力がないわけじゃないってことですよね。そうなんです、むしろ素晴らしい演奏なんですよ、はい、なんだけど、まあここで話して混ぜ返してっていう風な取っかかりのある録音ではないですね。ああ、はい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 、だからそれ考えると実録で音が悪すぎるっていうのもすごい魅力になるんですよね。ああ、そうですね、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのね、アルバムでもそういうのありますからね、うん、まあ、そうですよね、音の悪かさこそがすごいムードを作るっていうのはあったりしますんで、うん、はい、わざと音割ったりもしてますから ね、アウトテイク集とかが出たりするわけですからね。そうもう本当ダメなやつ ね、途中でやめてるっていう、はいはいはい、まあ、ああいうのアウトテイク集を聞くと、うん、そのジョン・ケイルがどれだけアレンジャーとしてやばい人だったかっていうのがよう分かるんですけど、はいはい、ルーリードってごくごく普通のフォークの人なんですよね。と思いますよ、アウトテイクなんかを聞いてると、はいはいはい、音楽的には割と普通の人ですよね。そうなんですよ、でそのベルベッツがベルベッツたるゆえやっぱりジョン・ケイルやなとこう改めて思います。はいはいはい、だから抜けてからは大変だっただろうなと思って、というかやっぱりルーリードをソロになってからって、まあ、いろんなことをその時その時でしたいことはしてるけど、うん、はい、これ言うたらファンの人に怒られるのかな、俺もファンなんやけど、割とルーリードオーソドックスなんですよね、どっちの方向飛んでっても。そうですね、はい、うん、やってるプラットフォームが、うん、どうぞ。だからこそシンプルな方がかっこいいっていうのはあります。はい、だと思います。はい、うん、だからメタルマシンミュージック作ったりとか、ニューヨークみたいなアルバムとか、あとまあ他の環境音楽っぽいの作ったこともありますけど、はいはいはい、どこのところに針を振っても割とオーソドックスなんですから貼るんですよね。あ、まあそうですね、はい、うん、生き方が、まあ、メタルマシンミュージックはまだちょっと特殊な作品ですけどね、はいはい、またああいうやっぱりエフェクターとか好きな人とか、うん、ね、ギターやってる人って割とそういうところあったりするから、いっぺんこれだけで音やってみたいっていうのはあると思いますし、うん、でもそのただブワーって流してるだけっていうのが、うん、あ、別にこれにこだわってるわけじゃないのねっていうような気はします。はいはいはい、いやだからね、そうなんですよ、はい、まあ、時代性ももちろんあるし、ルーリードだからあれをアルバム化するのが許されたっていうのはあると思うんですけど、あ、そうでしょうね、うんうん、あれっていっぺんやるというか発想としてはエフェクター触ってる人間からは出てくるもんだと思うんですよね、うん、そうですね、誰でも出てくると思います、うん、だからそれが作品化されたっていうのがすごいんだろうなと思うんですよね。そうですよね、うん、うん、というまあ、これ皆さんルーリードのメタルマシンミュージックは戦後音楽史、世界の音楽史においての、必修科目なんで、これは一遍は聞いておいてください。はい、はい、聞いて2分ぐらいでも聞かんようになるとは思うんですけど、はい、2枚組、はい、レコードでいうと2枚組でございます、はい、で聞いて2分ほどで聞かんようになるっていうのが答えで結構です。それでいいんです。うん、そういうアルバムがあったということはね、ロック史に非常に重要なことなので、すんばらしいですね、ええ、だからルーリードで一番好きなアルバムはって言ってメタルマシンミュージックっていう人は、うん、ルーリードにめちゃくちゃそのジョン・ケイル的なものを求めちゃってるんでしょうね。あ、か言うたらかぶれたての人かどっちかですね。あ、生きとるってことですか。うん、でしかもそのメタルマシンミュージックっていうのがあるっていうのを情報として知って聞いてる人ですね。そうでしょうね、うん、でもね、メタルマシンミュージックの良いところは、ルーリードのどのジャンルにも、あ、そう、ギターノイズだけでアルバム作るって全てのアルバムに入ってるじゃないですか。はいはいはい、ギターノイズそのものは、はい、必ず、ね、だから
やっぱりその何なんだろう、ルーリードの根本精神ではあるんですよ。はい。晩年に出したエクスタシーというアルバムでね、はい、ビッグスカイって曲があるんですよ。6分以上ある。はい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 。でも、はい、これがね、GG が今更青春ギターロックやるのかみたいな曲なんですよね。あ、はい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 。で、B メロし、サビとかなくて、ただ A メロが、短い A メロが何回も何回も何番も何番も続いていくんですよね、歌詞変えて。まあ、古典ファドですよね。はい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 。で、それのエンディングは、ギターのハウリングですからね。ロックの基本じゃないですか。ロックは別にサビが必要なわけではなくてリフが大事っていう、そもそもブルースから発生した音楽なので、はいはい、で、まあ、で最後ハウリングギターノイズで終わらせるっていうね、はい、またそれが長いんですね。長いです、はい、まあはい、ここからねニール・ヤングの話になると多分長いと思うのでこれぐらいでやめておきますが、うん、ニール・ヤングはね、うん、ダリル・ハンナの旦那さんですからね。ね、まあまあ話長くなるからやめときましょう。私も話したいこといっぱいある。ニール・ヤングも基本です、私。そうです、ね。ほんまや、うん。ニール・ヤングも言うたらフォークですからね。ロックやけどフォークやからね。そうやね、うん、はい、ということで、とっかかりにくいラウル・ネリの音源なんですが、一つね、トピックとして言えることは、はい、うんうん、やっぱ伴奏なんてあんだけささやかな人やし、伴奏で有名な人やねんけど、ギターラーだなったらやっぱこんだけは弾けるんだよと。だから私は刀を抜かない剣豪みたいな表現をすることがあるんですけど、あ、はい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 、はい、でも抜いたらこんだけ切れちゃうんだよっていうね、うん、ことはやっぱり語り継いでいかなあかんとこやろうなとは思うんですよね、うん、まあその先ほども言ったけど、とっかかりがあんまりないっていうところが伴奏にはめちゃくちゃ向いてますよね。ああ、だと思いますね。縁の下の力持ちで巻いたコーラスみたいなもんですわ、うん、コーラスの人が拳利かしちゃあかんじゃないですか。はいはいはい。ビブラートなんか効かさずに同じ音を平均一定して出すことが大事でしょう、うん、コーラスの人ってやっぱり伴奏としてそっちの方が大事やから、うん、補正付けあんまりしすぎると邪魔になるっていうのが、はいはい、まあ、存在を消せるぐらいのね、うん、音が聞こえてるのに存在が消せてるとかね、いうのってやっぱすごいことですからね、うん、伴奏では。そうですよね、はいはいはい、ってことで、まあ、今回4曲をお聴きいただきまして、うん、まあテーマはないんですが、まあただね、歴史的に残ってる音源が4つのうち3つですから、はい、まあまあ曲自体は素晴らしいもんだったんじゃないかとは思います、はい、未発表曲集みたいなんですね、みたいなことですね、はい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 。ってことで宣伝ですが、まあ、時期が迫ってまいりました、月本は11月の23日に東京の汐留ホールで、で27日に、大阪の池田市のマグノリアホールでそれぞれ、楽器のコンサートがあります。で大阪の方はね MT さんにも出ていただきますので、はい、はい、ぼちぼち売れては来てるんですが、まあでも時期が時期だし席減らしても満席にはならないとこちらは踏んで制作してるんですけれども、うんうんうん、まあチケットの求めはお早めにお願いいたします。あとは、まあ、カルロス・ド・カルモのね、遺作の解説書かせていただいたのと、まああと本がね相変わらず出てますので、よろしければお手に取っていただければというふうに思います。それから先に宣言しておくと、来年の1月にマウロ・ネフェス教授をまた読んで、カルロス・ド・カルモのね追悼1周年記念特番を、まあ、できれば2週ぐらいにわたってやろうかなというふうに思ってます。まあ、それもそれで、はいはいはい、楽しみにしていただければと思います。はい、 MT さんどうぞ。はい、私の方はですね、毎週金曜日の夜8時から、FM 徳島という放送局で酒とジャズの日々という番組をいたしております。タイトルは
ジャズなんですけども、毎月1回ね、月本さんに今のところリモートでお呼びして、はい、ファドの徳島もしてますんで、よろしかったら聞いていただければと思います。徳島じゃないと聞けないのかっていう話で、まあ確かにラジオでリアルタイムで聞くなら徳島じゃないと聞けないんですけれども、今はラジコがございまして、はい、リアルタイムで聞けなくても向こう1週間はお好きな時間に聞くことができますし、ラジコプレミアム、まあ月385円の、まあ、会費を払うと、全国どこのラジオも聞けます。エリアフリーって言ってね。で、まあ、聞けますんで、まあ、全国の方々も聞いていただけると思います。まあ、この番組だけではなくても、全国にはいろいろ面白い番組がありまして、すごい面白い音楽番組を渡り歩くラジオのリスナーの方なんかもいらっしゃって、なかなか、やっぱりね、そうやって聞き始めると面白いですね。で、そういうのをもしよかったら聞いていただければと思います。今週はですね、もう10月のラストなので、ラストなのでじゃないんですけど、あれですね、アルジェリア西部のダンス歌謡ライの特集をいたします。はい、まあ、そういうワールド系のヘンテコなのもいっぱいありますしね。で、来月は11月に入りますと第1週が必ずジャズの特集なので、うん、まあ最近新作が出た人の新旧の作品を聴き比べるってことをやろうかなと思っております。はいはいはい。まあでも FM 徳島のねリモートもいつまでになるんだろうね。わかんないです。もうこのまま行きましょうかって話にもなったりしてね、なりえるんですが、うん、にするにはもうちょっと、うん、技術側のはいはい、しっかりとした、はいはい、技術力ですか。技術力はあるはずなんです。あるんやけど浅すぎてね、誰も出勤してないんですよ、技術の人が。はいはいはい。で、結局素人がやる羽目になってるからね。はい、担当者がね。はいはい。技術面では。FM 徳島もね、我々朝一で撮ってんですよね。いつもと、いつもと同じ状況であれば大丈夫って勝手に思い込んで、完全に素人の視点やんって言って、はいはい、びっくりするんですけど、はい、でパソコンのこともよく分かってないみたいです、彼がね、うんうん、技術さんが出勤してないんであってね。でもまあたまにはね、スタジオでちゃんとね撮りたいなとは思いますね。なんかそれが我々としても失われていくのはちょっと嫌やなというふうには思いますんでね、はい、まあそんな感じです、はい、そんなこんなで、まあ、FM 徳島の方も聞いてください。あっちじゃないと聞けないこともありますので、はい、はい、両方楽しみ、ね、こんな感じでやっておりますよと思います。はい、今回はちょっとライトですけど、こんな感じで終わろうと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。パーソナリティはファド歌手松岡哲也と日本ファド大使の月本和文でした。ウェブラジオファドの時間。この番組はオフィス 3B やポータルドファドジャパンの協力でお送りしました。